にちは、チェロの森崎です。今日はチェロの本体の構え方について解説していきたいと思います。チェロを始めた方だけではなくてですね、1、2年、2年やった方でも、あれチェロってどうやって構えるのが一番いいのかしらとか、なんだかしっくりこないなっていうことが多いみたいなので、この動画を撮ることにしました。楽器の構え方はですね、それぞれ人それぞれ本当に合う合わないがあると思うので、絶対にこれが正解っていうわけではないんですけれども、はい、でも基本的な考え方みたいなものはあるので、明らかに間違ったフォームなんかで変な癖がつかないためにも参考にしてほしいなと思って聞いていただければと思います。それでは基本的な、チェロの構え方について解説します。まず座り方ですね。どんな椅子がいいかなっていうことなんですけれども、ピアノ椅子がベストだと思います。高さが変えられますし、安定しているのでピアノ椅子がベストです。太ももよりお尻の方がこう下がっているような、低くなっているようなおしゃれ椅子ってあるじゃないですか。あれはちょっとなるべくやめた方がいいかと思います。体が後ろにこう行ってしまって、腰が痛くなっちゃいますね、長時間練習していると。なのでおしゃれ椅子じゃなくてピアノ椅子の方がいいと思います。はい、次椅子の高さですね。椅子の高さは一般的にはこう座った時の足が地面に対して90度になるように設定するのがいいというふうに言われています。女性の方ですとヒールなんか履いたりすると思うので、ヒール履いた時にはその分だけ椅子の高さも高くしたりとか、そんな感じで調整していただければと思います。椅子の座る位置なんですけれども、椅子の半分より前に座るようにしてください。椅子の奥の方に座るとですね、足が開きにくいっていうのもありますし、あとは体の重心が後ろじゃなくって前にあった方がベターだと思うので、半分より前に座るようにしましょう。すぐにこう立ち上がれる高さがいいと思います。はい、で座った時の姿勢ですね、背筋を伸ばしてまっすぐにピンと、猫背になったりしないようにしっかりと背筋を伸ばしてリラックスして座りましょう。では楽器の構え方について解説していきます。ざっくり言うとですね、ここのチェロのくぼみ、ここのくぼみとここのくぼみのところを足で挟んで、ここの右のあたりですね、このあたりに胸を当てて、はい、ざっくり言うとここのあばらとあばらがこうこういう風になってるとこありますよね。ここの胸骨のところのちょっと上あたりですかね、私の場合はここがチェロのこの辺に当たります。で右足がこのあたりに来て、左足の膝の内側のところがここに来るような感じですね。だいたい膝の、10センチぐらいのところにチェロが当たるような感じで、こうやって胸と膝の内側のこの3点で挟んでいくような構え方になります。私がいつも生徒さんに教えるときはですね、エンドピンをまずかなり短くしていただいて、このぐらい短くしていただいて、で下に置きます。でここのくぼみ、チェロのここのくぼみのところに両手を入れて、楽器をまず自分の目の前にまっすぐ持ってきます。ちょうどど真ん中あたりに来るように。で、その状態でかなりこう上に上げていただいて、こんな感じですね。もう顔に、ボディに顔がつくぐらいの感じですね。で、胸に楽器をつけたまま、で膝のところは膝の内側のこの、10センチぐらいのところに来るように挟んで、挟んだまま胸につけたまま、シュル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 っとこう下ろしていきます。そうするとスポッとはまるところが来ると思うんですけど、そこまで来たらストップ。そして、どれぐらい足りないかなっていうふうにこう確認していただいて、ここからシュル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 っと下ろしていただいて、はい、こんな感じになります。膝の内側と胸の3点ですっぽりはまる場所、楽器がグラグラしない安定する場所を。でエンドピンはですね、ご自分のちょうどど真ん中ぐらいにおへその延長上に来るような感じです。ここまでが一般的なチェロの基本の構え方ということになりますね。よく生徒さんから受ける質問で、エンドピンの長さってどれぐらいがいいんですかって聞かれることがあるんですけども、ここは本当に一番難しいところというか、人それぞれ体格が違うので、足の長さですとか手の高さ、胴の長さ、手の長さも全部人それぞれ違うので、本当にご自分に合った長さとかフォームを考えていかなければならないっていうことになってきますね。はい、私がチェロ始めたばかりの生徒さんに教える時には、
まず第一ポジションを基準にしてくださいっていう風に教えるんですけども、ちょっと分かりやすいように今日暫定的にここの第一ポジションのこの1の指のところにテープを貼ってみました。アーセンで言うと4のところですね。ここのラインにテープを貼ってみました。手を下ろしていただいて、こうパッとやった時に自然にこの第一ポジションが来るところですね。例えばエンドピンが長すぎると、私の場合こうパッと自然にやった時に、そうですね、第3ポジションぐらいまで、第2ポジション第3ポジションぐらいまでこう来てしまうので、これだと無理にこう上に持っていかなければならないので、ちょっと高すぎるかなというところなので低くします。はい、これぐらいですかね。パッとやった時に第一ポジションに来るところ、これが一つの基準ですかね。あとはですね、お胸が豊満な女性なんかは、エンドピンを長くして胸の上にチェロを乗せるのか、もしくはエンドピンを短くしてチェロの上にお胸を乗せるのかみたいな、ちょっと贅沢な、はい、お話になってくるんですけども、ここが膨らんでいらっしゃる方はこういう感じで乗せるのか、こう下に入れ込んでこんな感じで構えるのか、どちらかになりますね。あとはですね、お腹とか体が全体的にふくよかな方も長くしてお腹の上にこう乗せる感じなのか、もしくは短くしてこう立てていくのか考えなくてはなりませんね。で、ちなみにですね、私3回出産してるんですけども、毎回妊娠7ヶ月くらいからお腹が邪魔でですね、エンドピンをかなり長くして引いてました。はい、お腹がこれぐらい膨れてくるので、こんな感じでいつもはここのあばらとあばらが合わさったところの上あたりでこう構えてるんですけども、そうするとエンドピン長くするともう足が全然、足も短いので届かないので、この胸が当たる位置を高くしてエンドピンも長くしてやってみたりとか、いろいろやってみたんですけども、結構普段は短くして縦気味で引いてるので、かなりきつかったというか、慣れないなという感じだったのを覚えてます。プロのチェリストの方々も構えが本当にいろいろでですね、私も演奏会とかに足を運ぶのが好きで結構いろいろ行くんですけども、本当に構えとかフォームいろいろです。そこでここから先では特徴的な構え方というのを勝手に、はい、3つご紹介したいと思います。まずトゥルトゥリエ、ロストロポービチ型と勝手に呼ばせていただきますが、これが1つ目ですね。2つ目が山崎信子さんとか、あとは上森翔平さん型で、3つ目が毛利白朗さん型と勝手に命名させていただきますけども、本当に恐縮ですけれども、今ご紹介した皆さん言わずと知れた本当に超一流の演奏家の方々です。はい、それぞれの特徴とか、こんなメリットがあるとかいうのをお伝えできればと思ってます。で、ただ注意点なんですけども、これは全然正しくない可能性がありまして、私が言っていることは、私は本当に実際にこの方々に習ったり話を聞いたわけではないですし、多分こうという感じでお話しするので、あくまでただの推測として参考にしていただければ幸いです。はい、では一つ目のトゥルトゥリエさんとかロストロポービチさんの形ですね。エンドピンをかなりこう長くしてチェロをこう寝かせるような形ですね。はい、こんな感じでしょうか。これはですね、やってみて思うのは、まず一つ目は右手の重みを弦に乗せられるということがあると思います。楽器がこういう風に寝てる感じになってるので、弓をこう置いた時に自然に重みがかかりやすいなっていう風に思いました。次にやってみて思うのは、視界がとてもいいなということですね。指板や駒のあたりがとてもよく見えるので、すごく弾きやすそうだなっていう感じですね。あとはですね、いつも私がここの胸のところに当たってる位置にこう当てて、この長くするとですね、ちょっとこう遠くなる感じがしますね。右手弾くときにちょっとアーセンとか遠くてきついのかなっていう気がします。なのでこの長さにするんだったら、ちょっと胸の位置をこういう風に上げた方が私の場合は届くのかなという感じですね。まあ、全体的に体の大きい人向けの構え方かなという風に思いました。はい、2つ目はですね、山崎信子さんとか上森翔平さんの形ですね。はい、実際にやってみます。これぐらい短くして
髪の毛短めで立てて引くような感じですね。こんな感じでしょうか。さっきの長くした時と比べるとこう短くして立てた時の方がちょっと糸巻きが邪魔な感じがしますけども、その分ですね、なんていうかこじんまりしてこう楽器をこう抱えるような感じ、楽器が自分に近いような感じがするので、そういう意味で弾きやすいのかなという感じがします。なんかこう楽器がスポッとはまってる感じ、自分の中に収まってる感じがするので、なんというか安定感がある感じがしますね。はい、上森さんなんかは私何回もリサイタルに足を運んだことあるんですけども、普通に背が高いと言いますか、全然小さくないんですけれども、立て気味で構えていらっしゃるのかなというふうに勝手に、はい、そういう印象を持ちました。女性とか体が小さめの人におすすめかなというふうに思いますね。上森さんは普通に背が高いと思うので、はい、多分そういうスタイルなんだと思います。最後に毛利白郎さん型といいますか、左足にこういう風に楽器を乗せて弾くスタイルですね。冒頭で、まあ、一応基本的なチェロの構え方として、両足にきちんと挟んで構えましょうという風にお伝えしたと思うんですけども、毛利白郎さんの場合は動画とか演奏会とかに行くと左足にこういう風な感じで楽器を乗せて弾いてらっしゃいます。でこれやってみるとですね、まず第一に合わせがとても弾きやすいですね。こういう感じで弾くよりも左足に乗せてちょっと内側にといいますか右側に傾けると右手の合わせがこう弾きやすいかなっていう風に思います。弓と弦が直角になるように弾くっていう風に教わると思うんですけど、それがかなりこういう風に斜めにするとやりやすいという印象ですね。こう弓先で弾いてても余裕がある感じがするので、あ、なんかいいかなと私なんか思いました。私みたいにですね、手足が短い方にはすごくいいかもしれません。これちょっと私もやってみようかなっていう風に今やってて思いました。はい、今挙げた方々のお名前でですね、 YouTube 検索とかしていただくと本当にたくさん演奏動画が出てきますし、一番いいのは演奏会に足を運んで実際に見て聞いてっていうのが一番いいと思うんですけども、はい、参考にしていただければなと思います。ちなみにですね、 YouTube でブラジル風バッハ第1番っていう風に検索すると日本の重鎮たちの、はい、チェロアンサンブルの動画が出てくるんですけども、はい、それを見ると構えが本当に三者三様だなということがよくわかるので、とても勉強になるのでぜひ見てみてください。はい、というわけで、最初にも言いましたが、チェロの構え方に絶対的な正解っていうのはないんですね。で、まずは、まあ、基本の姿勢と構え方を身につけて、慣れてきたらいろいろと試してみて、自分に合う方法を見つけるっていうのがよろしいかなというふうに思います。プロのチェリストの方の YouTube とか見て研究したり、あとは憧れのチェリストの真似したりしてみるのも楽しいかなというふうに思いますね。ただ真似するなら体格が近い人っていうのを参考にするのがおすすめですね。もしこの動画を見てわからない場合はですね、習ってる先生とかに聞いてみるのが一番いいかと思います。普段レッスンについていない人ですとか、近くに先生がいない方はですね、オンラインレッスンなんかを活用していただければと思いますね。はい、一応私の方でもやってますので、いつでも連絡いただければと思います。で、スカイプだとちょっと緊張しちゃうなとかいう方は、動画添削とかもやってますので、お気軽にお声掛けください。この動画ではチェロを趣味で楽しむために役立つ情報をアップしていくので、今回の動画が役に立ったと思ったらぜひ高評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ブログとツイッターとかもやってるのでぜひチェックしていただけたら嬉しいです。あと質問があったらコメント欄に書いていただくとか、あとは LINE からもお気軽にやり取りできますのでご活用ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。